ジェンダーレス、エイジレス、体ボンレス、グラリオサ男です。わいざいまー。前回、はい、鬼ヶ島の和田さんに後を引く、はい、嫌な話、その後安心して寝れない系のお話をしていただきまして、はい、今回は本田兄弟の綾乃さんに怖い話披露していただきたいなと思います。相当怖いんでしょうね。ライブとか一緒にあるんですけど、写真撮ったら、その演者が5人が並んでるんですけど、1人だけ首の上がなかったりとか。なんかわしがなんか怖い話を持ってらっしゃる人とかってリサーチしてたら、鬼ヶ島の和田さんにたどり着いたんですね、はい、連絡網を使って和田さんにあの出演交渉をしてみたら、はい、綾乃さんの方がいいですよって。和田さんが推薦してくださったんですか。います、自分にチャンスが舞い込んできた時に違う人を紹介するという芸人。あっという間に怖い話だったんです。でもそれぐらい信頼度の厚い、はい、そうですね、はい、私お化けは見えないんですけど、人の生き量とかはお酒を飲むと見えるっていう特技を持ってて、はい、意外の作家さんの穴井くんって言うんですけど、その飲ませていただくときに生き量を見させていただいて、なんか情報をどんどん出していったら、俺の元カノだと、で変な別れ方しちゃってずっと恨まれてるのかもしれないなみたいなこと言ってたんですよ。その時ずっとその生き量が怒ってるんですよ。いい加減謝ってくださいって言ったんですけど、もう茶化しちゃって、もうはいごめん、もうどっか行ってみたいなこと言ってたんですよ。でその飲み会解散になって、次の日その方からもう電話かかってきて、どうしよう綾乃ちゃん、昨日さ帰り道電車のホームから線路に落ちちゃってさ、ついてるって言われた方が動かないんだよ。やっぱ罰当たりましたねっていう。まだ始まってないよ。いきなりのアイドリングが怖いんだけど。でその間に咳してる。後輩の怖い話を咳込む。邪魔しないようにちょっと。まだ始まってないわよね。始まってないなのにもう怖い話っていうような、もう生き量も見えたりする、はい、本格派のあやのちゃんの怖い話聞かせていただいてもよろしいでしょうか。ちょうどあの生き霊が見えるって言ったんですけど、実はお化けも1回だけ見たことがあるんです、ね、これはあの10年前の話なんですけど、熱海にその女友達5人でみんなでちょっと弾丸ツアーみたいな感じで泊まり行こうみたいに盛り上がったんです、うん、弾丸なのに泊まるんだ。もうすぐ計画していくみたいな、そういう弾丸ね、そういう弾丸すぐって帰ってくるっていう弾丸じゃなくて、もうその場で決めていこうという、はい、たまたまその時はあのお盆シーズンで、もう宿がどこも空いてなかったんですよ。でいろんなところの宿にちょっと空いてますかって聞いてもどこも空いてなくて、ちょっと諦めて帰るみたいな時に1個だけのボロボロの旅館があって、でそこにちょっと聞いてみたんですね。それ空いてますって言ったら、一部屋だけ空いてますって言って、やっと空いてた、よかったね。でも外側はボロボロなんですけど、なんかすっごい綺麗なんですよ。いや綺麗だ、やっとねとか言いながら、まあ、みんなではしゃいでたんですね。そしたらその旅館の部屋の中に、あの宿泊者ノートっていうのが置いてあって、何月何日誰々君と来ました、ラブラブですみたいな、それカップルのいろんなことを書き込めるようなノートが置いてあったんです。で私の友達はそのノートをずっとこう読んでて、私たちは別でUNOとかしながら遊んでたんです。そしたらこうノート読んでる女の子が急にキャーッつってノート放り投げたんです。で何何どうしたの、ちょっと見てって。でそのノートパッて見てみたら、1ページだけちょっと異様なページがあって、そこに今私はA さんと付き合ってた、でも A さんには嫁も子供もいた、許せないって書いてます。で何か気持ち悪いと、で続きがまだ書いてあって、だから私は今日ここで死にますって。え何これ、日付パッて見たらちょうど1年前の今日なんです。これちょっと命日じゃんってなって、やめて、もうどうするどうするってなって、ごめんごめんやめて。でもまだこれ続きが書いてあるんですよ、ちょっと怖い。このノート続きがあって、うん、そこにはだから私は許さない、A さん、A さんの嫁、A さんの子供、そしてこのノートを読んだやつ、このノートを見たやつ、この話を聞いたやつ、みんなって書いてあって、続き気になってパラッてページをめくったんですよ。そしたらノート一面にちっちゃい文字で呪ってやる、呪ってやる、呪ってやるって書いてあって、うわ気持ち悪いと思って、どうするどうする、もう帰る帰るって話してたんですよ。そしたら急に誰も触ってないのに窓がガッと開いたんです。なんか来てるじゃん。どうするって言って、じゃあみんなでじゃんけんして誰か負けた人があれ窓閉めよう。じゃんけんの余裕あるね。で最初はグーじゃんけんポイってやったら私負けちゃって、わわわ最悪、絶対なんかいるわ、うん、うわ絶対なんかいいんだろうなと思って窓パッて見たら何もいなかったんですよ、うん、
ほんとよかったと思って窓ガラッて閉めたら髪くしゃくしゃで紐がくるくる巻きになってる女がパッて映って私に向かってお前引き裂いてやるからなってテスって消えたんですよ。それでみんな怖いからって言ってチェックアウトしたっていうお話なんですけど、実は熱海まだこの旅館あります。で一度引き裂かれたんだよね。だっていないと。その後この話を聞いたやつっていうのもあります、ね、もうだからさ男友達のもみんなも聞いてるじゃんその手の話はやめてほしいのよ。怖かったなーがいいのに、もしかしたら呪われるケースもあるんだって思いながら寝るっていう怖さ、こんなのまただの怖い話じゃん、はい、と思って堂々と寝ようとするけどよぎるっていうさ気にしないタイプっていう風にやってるけどちょっと気になりだしたなってよくあるでしょ知らない知らないと思っててもやっぱ怖い話残ってんなみたいなやつあるから、どうすればいいのよ。じゃあ塩とかで手洗うといいって言いますよ、ね、はい、お部屋の扉開けた時にこう手拍子するといなくなるっていう噂ありますよね、見終わってなんかそんな気分になってる人は扉を開けてすれば大丈夫ね。あと、盛り塩をすぐにすると、部屋の四つ角に盛り塩でもち米入れて四つ角に置いて、そしたらお化けの通り道が分かる。来た方角の塩だけちょっと黒くなるんですよ。実際僕の家でやったら本当に玄関の前の塩だけ真っ黒になる。塩って黒くなるの？真っ黒になる。日本酒を部屋の真ん中に置いといて、もしお化けがいると日本酒の色がちょっと変わって濃厚な味わいになるっていうのを、いいじゃねえか、言ったことあります。塩で手洗うとかすれば大丈夫だね、はい。もうそういうこと聞かないとさ、もうただただ怖い話でした。じゃあやっていけない年齢だからジェンダーレスだけど気にするのよね。男友達の皆さんどうだったでしょうか。この動画とかをいろんな人に見せて、いろんな人が呪われる流れになればいいなと思わないからねということで、はい、次回わしも怖い話持ってるんで、あるんですね。わしの怖い話はちゃんと怖いのかっていうのを聞いてもらいたいと思います。アイガットゴーザーインナーマッスル O2 カーレースサマーデイズバイザイマー